今治の郷土料理仙山鬼。今治市民のソウルフードとして知られていますが、唐揚げとの違いは何なのか、まずは松山で調査してみると、これ何だと思います？唐揚げ。ザンギ。お姉さんはザンギ。ザンギ。ザンギって何ですか？ちなみに唐揚げ。仙山鬼と唐揚げの違い何だと思います？味付けとかですか？味方、衣かなんかが確か違ったんだよ。仙山鬼は聞いたことありました？聞いたことはあります。でも違いは分かってないです。これ何だと思います？唐揚げ。あ、仙山鬼。お、すごい。なんで分かったんです？なんで分かったんですか？なんかぽい。ぽい。唐揚げと仙山鬼の違いは、分かりません。今治の唐揚げ。謎が謎を呼ぶ仙山鬼、その秘密に迫ります。せーの、これどうなっとるん？皆さん違いをはっきりとは分からない様子。ここはもう専門家に頼りましょう。ということで、松山市のロープウェイ街にある唐揚げ食堂五一へ。仙山鬼と唐揚げの違い一体どこにあるのか、唐揚げの専門家に聞いてみましょう。すみません、いらっしゃいませ。こだわりはボリューム満点のメニュー。人気のチキン南蛮定食や味自慢の唐揚げなど、鶏料理が人気なんです。お待たせいたしました、はい、こちら当店自慢のスタミナ唐揚げ定食でございます。ボリューミーですね。おいしそう。いただきます。あ、ちょっとサクサクで中ジューシー。五一人気のスタミナ唐揚げの特徴は、醤油やニンニクなどが入った特製ダレに2日以上漬け込んでカラッと揚げること。甘辛の味付けがファンのハートを掴んでいます。五一さんで言うと、唐揚げたくさん作ってらっしゃるんですか？そうですね、だいたい月の使用量でこちらの店舗ですと年間1トンぐらいの1トン、はい、使用量はございます。唐揚げ1トンもですか？はい。じゃあもう本当、もう唐揚げのことなら何でも任せてくれというような。はい、お任せください。じゃあちょっと聞きたいんですけども、はい、唐揚げと仙山鬼の違いって何なんですか？唐揚げと仙山鬼の違いですか、はい、僕たちが認識しているところといたしましては、はい、仙山鬼というものは今治の方で呼ばれている名前で、あとはですね、骨付き肉のまま揚げている状態で、味付けもですね、かなり独特な仕込み方をされているというような認識は持っております。私は今治出身なんですけど、はい、仙山鬼のイメージでいうと、骨付きじゃないかなというような感覚は確かにありますね。味も違うんですか？味に関しましては、唐揚げはどっちかというとバリエーションがあるようなイメージなんですけれども、はい、そこでどう違うかっていうのは少し悩みます。なるほど。ちょっと継続して探っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。仙山鬼と唐揚げの違いについてさらなる情報を求め、取材班は仙山鬼の本場今治へ。街中でリサーチしてみると、これって何だと思います？仙山鬼。どうしてそう思いますか？大きさ。唐揚げと仙山鬼何が違いますか？仙山鬼の方が味が濃いかなと思います。仙山鬼の方が濃い。味濃いと思うんですよ。なんか醤油とかにつけますからね、揚げる前に、はあはあはあ、味付けが濃いんで。私は仙山鬼やったけどね。これ港町かね、のとこでね、人が言い出したの。昔、今おらんけんね、はあ、その人が初めやり出した。あ、そうなんですか。仙山鬼って言って。仙山鬼って。なんていうお店とかってご存知だったりします？もう忘れた、昔やから。あ、そうですか、じゃあこの今治で仙山鬼の有名なお店があったっていう。そうです。調べたところ、やはりそのお店はもうすでに閉店してしまっているよう。
ただこんな情報が。ここいいんじゃないですか。今治郷土料理普及協議会ということで向かったのは今治市共栄町にある割烹共楽。実はこのお店の大将は今治郷土料理普及協議会の会長でもあるんです。これは心強い。今治郷土料理普及協議会の会長さんでいらっしゃるんですか。ホテル関係のところとか料理屋さんの集まりです。昔の分をその皆さんに普及させようというような。はい、じゃあもうここで聞くしかないですね。これ何だと思います。洗山機ですか。あ、はい、さすが一発できました。唐揚げじゃないですかこれは。そうですね、唐揚げの場合はここまで色がね、はい、あの茶色っぽくないんですよ。あ、色が、うん、唐揚げとの違い教えてください。原則は骨付きです。洗山機の場合は、はい、お醤油とか、はい、お酒とかで、はい、こう一日こう味を染み込ましとんで、やっぱり色がどうしてもこういう茶色っぽいような感じの色になるんですよ。はい、どうぞ。はい、洗山機になります。どうぞお召し上がりください。もう美味しそう。あ、これですね。確かに結構ね、しっかり色が濃く上がってますよね。いただきます。うん、あ、でもなんか懐かしい味します。確かになんか洗山機ってこうだったかなっていう、うん、味付けなんですけど染みてますね。あ、私が食べさせていただいている、これが骨がついていて、はい、味がしっかり染み込んでいる、これがまさに洗山機。はい、そうです。なるほど。これ大将、あの、お店でもこちらを出されてるんですか。はい、そうです、はい、会合となんかの時のこちらが自由に出す時に骨付きを出してます。普通の一般のお客さんには骨なしで出しております。え、骨なしで、はい、やっぱりあの年寄りとか子供さんとかはやっぱり骨があったら食べにくいんですよね。骨なしの洗山機は唐揚げじゃないんですか。いや、唐揚げで 味はつけておりますので、全く同じ味でつけてますので。なるほど、はい、味がついている唐揚げは何なんですかね。それは今流の唐揚げじゃないでしょうか。